大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、不定期で開催しております KMT8 人タッグタイトルシリーズといったらいいですかね、ということで今回もニューチャレンジャー現るということで早速まあやっていきましょうかね。現在チャンピオン、剣道家臣木戸治、藤原義明、アントニオ猪木組、このメンバーを選んでいただいたのが、大前仁さん、ありがとうございます。いつもね、7代目王者ですね。これに対するチャレンジャーが、関本大輔、岡林修司、橋本大地、石川修司ということで、エントリーしてくださったのはこれポロミスターという YouTube ではね表記されてて、多分ミスターポロのことなんですけども、旧名、ヨシピコさんということで、コメントをねエントリーいただいたときにヨシピコでいいですよっていうことなので、ヨシピコさんで行かせていただいた方がいいですかね。というわけで、早速参りましょう。8人タッグのタイトルマッチ試合入場シーンからご覧ください。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WNW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、KMT8 人タッグタイトルシリーズ、今回が16回目になりますかね、ボリューム16、この各ファイプロ団体 WMW の中では一番こう活発といいますか、防衛戦が繰り返されているタイトルですね、間違いなく。まず初めてご視聴いただく方のために簡単に説明をさせていただきますけども、この KMT というのは勝手に松本友蔵という頭文字を取ったもので、じゃあそれは何だっていうと、第1回勝手に松本友蔵杯というのが行われまして、まあその流れで最後に8人タッグベルトをここで創設して、戦ってもらおうじゃないかという流れになりました。じゃあその勝手に松本友蔵杯って何だってなると、視聴者の皆さんに参加していただく企画として、自分の見たいカード、見たい対戦カードをエントリーしていただき、試合ファイプロ特有の試合が終わった、特有でもないか、試合が終わってから表示される試合評価、これをみんなで競おうじゃないかと。戦いなんだけども直接対決ではないので、こうちょっとワンクッションを置いたというか、柔らかい戦いが、繰り広げられるという企画でしたね。で、まあ、そこで生まれたベルトだったので勝手に松本友蔵ということで KMT の名前をいただいております。で、この KMT タイトル8人タッグタイトルについては、通常であれば一つのちょっと長めのシリーズ、トーナメントもしくはリーグ戦を戦い抜いて、タイトルへの挑戦権を得るということでやってるんですけども、まあこれがちょっと長いとね、もうすでに100日を超えて挑戦者を決めるために、3ヶ月以上100日以上かけて戦っているというシリーズもありますので、まあ、それに比べるとこちらはエントリーすれば受けれると
ただし、それを何でもかんでも受けてると膨大な数になってベルトの価値があまり上がることがない、下がっていく一方になるので、エントリーする方法は動画へのコメント一番乗りの方がエントリーできるというルールにさせていただいております。なので2番目以降にコメントされた方は残念ながらエントリーしていただいても次回お願いしますということで、優先的に次回でもないですね。常に一番乗りじゃないとダメと。しかもこれが不定期なのでいつやるかわからない、風の向くまま気の向くままということになるんですけどもね。まあそれでもそのね、チャンピオンになる、これにはなるにはかなりこう動画をちゃんと見ておかないといけないみたいな、ことが生まれまして、前、前じゃないな、現ですね、現王者、7代目王者である赤コーナー剣道家臣、木戸治、藤原義明、アントニオ猪木、これはあのジャパニーズ、アームブレイカーズでしたっけね。まあ要はあの腕を攻めるのが得意なレスラーばっかりを集めたというテーマですね、の4人、これを選んでいただいた大前仁さん、現在のチャンピオンチームのオーナーなんですけども、大前さんがねあのコメントを寄せていただきましたが、チャンピオンになった時のあまりの嬉しさに、奥様に、チャンピオンになったぞということで報告したそうですが、奥様からは、それすごいことなのってあっさり言われたという悲しい、お知らせが届きましたね。まあ、これもそう言われないようになるためにこのベルトの価値を高めていきたいと思います。今回そのね、青コーナーの方、関本大輔、岡林雄二、橋本大地、そして石川修司ですね。この4人は、大日本プロレスの、デスマッチじゃない方っていう言い方は大変申し訳ないですかね。B なんとか B でしょ、ちゃかった、あ、大日本ストロングですね、ストロング B とかなんか言うんですよね。あの大日本プロレスって、デスマッチが売りな部分があるんですけども、実はそのデスマッチじゃない、ファイトスタイルで戦ってるっていうのもしっかり確立されていってて、この辺がちょっと、デスマッチ一辺倒じゃないのはちょっと面白いですよね。で、まあその、前回そのね、ストロングじゃない方、デスマッチの方で挑戦されたという過去があるんですけど、その時は、残念ながら敗退ということになったので、今回は、大日本プロレスのストロングスタイルの方で挑戦ということになりました。さあ、毎回申し上げてますが、この8人タッグについては、なかなか読めないと。確かにね、このテーマを決めてエントリーするという、例えばまあ赤コーナーは完全に、相手レスラーの腕を徹底的に狙っていくという展開になると思いますが、じゃあこれが強いのかというとどうなるかは僕もわからないところですね。まあ今木戸治が腕を攻めていますが、青コーナーの近くの方で当然攻めればすぐにカットに入られるというような展開にもなりますからね。で、僕もこれが読めないので僕もじっくり楽しみながらね実況をしていきたいと思いますが、まあまあ大体長い試合になることが多いのでのんびりいきましょうかねっていうところで、まあこのプロレス好きの方であればね、よくあることなんですけども、やはりこう何かテーマがある意図を持って選んだチームを皆さんこうエントリーしていただいて、それがねなんかこう最近大喜利みたいになってるような気もして、それはそれで面白いし、ただこう運営サイドとしては、あまりそこにこだわらなくてもいいんじゃないですかというようなのもあるんですけどね。何かこだわらないといけないからエントリーするのにこうちょっとこう二の足を踏んでしまうというか、そんなに難しく考えずに単純に好きなレスラー4人を並べたっていうのでもいいんじゃないでしょうかね。好きなレスラー4人が、実際にはこの組むことがないけども夢の4人やからカルテットなんですかね、タッグトリオカルテットですよね。
を組むというのもまた一つの手だと思いますのでね、まあ、今回、16回目当然、この動画が YouTube にアップされたら、瞬く間にエントリーがあるとは思いますけども、まあまあ、もし間に合わなかった方はまた次の、ね、チャンスであるということで、楽しんでいただけたらと思います。さあというわけで試合時間があっという間に16分経過、徐々にこうやって、8人もしくは7人が入り乱れる状態となってきましたね。でまあまあ、あの世代的にちょっと剣道家臣がっていうのはありますけど、剣道家臣もですよね、赤コーナーでは剣道家臣が一番若手になりますけども、それでも青コーナーに比べたらというところでしょう。まあ、関本大輔、石川修司、岡林修司、この3人が入っていることで、青コーナーはどちらかというとパワーファイター系になっているということなんで、腕に覚えのあるレスラーたちと、腕を殺すレスラーたちとというような見方もなんかできるかなというふうに、腕力で決めてしまうのか、その腕をへし折ってしまうのか。さあ入り乱れてきましたね。木戸治が赤コーナー一人涼しい目で見てますけどね、我関せずという感じでもね、これがね意外とね後になって大きな、意味を生んできたりするのがわからないんですよね。突然、木戸治がこれで活躍したりするからわからない。さあタッチをして、あ、ちょっと待ってください。今石川の腕がもうすでに伸びてきてますかね。で、試合権利があるのがだんだんここで分からなくなってきます。おお、杉本が家臣に対して円髄からそのままぶっこ抜いてカットが早い。誰も青コーナーは救出に来なかったですね、カバーに。さあこれは青コーナーわざとなのか、杉本を信じてなのか、見殺しになるのか、この辺も興味深いところです。さあ関本も今のでちょっと腕を伸ばされましたか。さらに家臣は狙っていく。やはり赤コーナーの腕を殺す勢いが止まらないというところでしょうか。さあ試合時間は20分経過、ルールとしては時間無制限一本勝負ですので、はっきりくっきり、今はっきりくっきりまでうまいこと言ったら、白黒はっきりつけるまで試合をちゃんと追っかけたいと思います。ただしリングアウト勝ちとかになったらベルト移動はすると思うんですよね。そんなあの昔の往年の、NWA ルールとかああいうのではなかった。 WWE でもそういうルールがまだ残ってるんですかね。さあ石川がノボとフットスタンプ。前回、赤コーナーの、新チャンピオン誕生の瞬間というのはその前の王者ですね、第6代目の王者であったジャイアント馬場からアントニオ猪木がというところですが、ちょっと待ってください。今石川修司が腕を押さえてゴロゴロしましたね。さあ猪木が万字で捉える。どうだ、場所は悪くないぞ。木戸治と藤原翔之がカバーに行って決まった、はい、だー、やりました猪木。さあこれは赤コーナーかなりなんていうんですか、余裕というか、のある防衛と言ってもいいんじゃないでしょうかね。青コーナーはもちろん攻めてはいたんですけども、腕を伸ばせるレスラーがいて、ということで最後はアントニオ猪木がビシッと石川修司からギブアップ。試合時間22分13秒、万字固めでアントニオ猪木が石川修司から、ギブアップを奪ったということで試合評価 84%。 そして7代目王者、初防衛となりましたね。大前ひとしさんおめでとうございます。そしてよしぴこさんは残念でしたけども、またねこれに懲りずに、チャレンジの方をよろしくお願いします。では最後、一応ねこのタイトルの画面、タイトル閲覧ですねを見てお別れということにさせていただきます。7代目王者家臣組、ユーザー名、まあこれねオーナーという形で、大前ひとしさん防衛1回目ということでおめでとうございます。現在このね一番活発な KMT8 人タッグ5代目王者であった
これもあのウィングチキンさんいつもありがとうございます。防衛回数5というのはかなり、の記録になってます。まあ、初代王者からずっと数えて、5回防衛というのはこのウィングチキンさん、唯一ですので、さあこの大前さん、家臣組、ジャパニーズアームブレイカーズがどこまで防衛記録を伸ばすのか、これも注目ですし、このじゃあ7代目王者、アントニオ猪木を率いるこの4人を誰が破るのか、挑戦するのはあなたかもしれませんということで、よかったら、コメント欄の方に、好きなレスラー、あ、まあね、あの一応この架空ファイプロ団体 WMW に所属するということになるので、そのレスラーはちょっとリスト見てもらうなりいろいろしてもらって、4名のレスラーの、エントリーの方ぜひぜひお待ちしておりますので、というわけで、今回はこの辺でお別れにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。